物語シリーズアニメ再始動ということで、今回は物語シリーズオフ&モンスターシーズンのアニメ化が決定しました。これはかなり熱い情報を発表されましたね。まあ、アニプレックスが何かしら新作アニメを発表するっていうことで、結構ね、最近話題になっていたんですが、まあ、その企画名が O と M。さらにね、この色合いから物語シリーズなんじゃないかってファンの間で予想されていたんですけど、いやー、がっつり予想的中しましたね。物語シリーズの、まあ、オフシーズンの O とモンスターシーズンの M だったわけですね。いや、これ物語シリーズファン、今ガチでテンション上がってるんじゃないでしょうか。まあ、物語シリーズはね、今劇場版総集編としてね、傷物語3部作がリブート公開されていましたけど、まあ、今回のアニメ化に合わせてきたんですね。いや、むしろこれでね、アニメのなんかこう、続報がなかったら何のための再公開なんだっていう感じもするので、いやー、発表あってよかったです。まあ、物語シリーズのアニメはね、まあ、続終わり物語から約5年ぶりくらいですかね。いや、マジで待望すぎるアニメ再始動です。ちなみに今回アニメ化決定したオフシーズンは、荒木さん主人公ではない概念的なストーリーである、こちらの4作が原作になります。まあ、そしてさらにモンスターシーズンは、荒木さんが大学生になって始まる新シーズンっていうことで、これまたね、単行本6冊分くらいある大ボリュームなストーリーなんですよね。まあ、合計10冊分の物語を一気にアニメ化決定したっていうのは、アニプレックス側の本気を感じます。というかこれ、何クールかけてやるんですかね。まあ、そもそもテレビアニメシリーズなのかどうかもちょっとまだ分かっていないんですけど、まあ、さすがにテレビシリーズでやるんだろうとは思います。ちなみにね、制作陣も発表されていましたが、アニメ制作は当然シャフトですし、監督は辛坊監督でした。おなじみの制作陣が揃っていますので、いや、これまた安定のアニメ化になるでしょうね。まあ、ただ気になるのは、2024年アニメ制作決定っていう発表なんですよね。ちなみに公開されている決定記念 PV のラストは、2024年シリーズ再始動っていう風になっていて、いや、これあくまで2024年にアニメ制作が動き始めたよっていうことで、2024年に放送されるっていうわけじゃないんですかね。まあ、ただね、公開されているキービジュアルには、2024っていう数字が入っているし、いや、一体そこら辺どうなってるんですかね。まあ、個人的には2024年放送でね、来てほしいんですけど、まあ、皆さん的にどう思いますかね。まあ、ぜひコメントで感想を教えてください。ということで今回は物語シリーズ再始動のアニメ速報動画をお届けしました。シリーズファンの方はね、ぜひ喜びの声、コメントで聞かせてください。それではまた次の動画で会いましょう。またね。